吉谷さん,なんか桜ね桜と言って思いつくのはあの結婚相談所なんですよ。結婚相談所には桜がいてでその桜が、まあ、いろんな男性なり女性なりを引き付けてくれてねで結婚相談所を設けさせるみたいな話があるんですけどもこれはまあ私が見るところそうではないんじゃないかなと思うんですよね結婚相談所ってあんまり儲からないんで桜を雇ってる余裕ないんですよね人件費が出ないんですよ。 だからどうやるかっていうと、あの、もうね、明らかにこの人は決まりそうだなっていう人、それを男女で用意して、で、入会してもらうんですよ。その際の入会金っていうのはほとんどゼロか、もしくは、あの、成婚大会した時に、もう全部還元しますよって、ほとんど決まりましたみたいな感じで、実は私ね、面接に行ったことがあるんですよ。で、大手結婚相談所で面接に行ったら、まあ自分の年収とかスペックを書くところがあるんですけどね、当時30代、まあ半ばで、 経営者でで年収1000万って書いたんですよまあそうするとね入会前にこんな女性がいますよっていうふうに 5, 5名ぐらいプロフィールを用意してくれてで年齢が20歳から23歳ででなんか短大とかね短大卒とかみたいなのがいてですね、うん、で結構こう揃っていてで、えー、とお父さんお母さんもしっかりしてますよみたいな感じでで、えー、遠距離恋愛 OK とかねそれから年齢差10歳20歳 OK みたいなの書いてあるわけなんですよ。でまあ 顔写真とかもあって結構わあこれはこの人を目当てに入会してもいいなって思えるような内容でした多分女性にも同じようにね希望にマッチした男性のプロフィールを入会前に出すんでしょうねで入会したと同時に3ヶ月で成婚大会みたいな感じにしていくはずなんですよでそれをパンフレットに載せるんですよねそうすると無料でそういった桜を雇うことができるっていう形になるんでこれがまあ業界の裏なのかなと思いましたで どこから利益を上げるかっていうと入会したらいろんな人との出会いがありますよそして実際この人はこんな短い間に退会してますよみたいな感じでねでその人が結婚式をやってるところを、まあ、お祝いに行っているこの結婚相談所の社員さんとか何ならプレゼンしてる自分自身の人が、ね、出てたりもするんですよね、まあ、そういったところを見せてイメージ膨らませるんですけどもでもほとんどの人は決まらないんですよね数ヶ月とかじゃ1年でも決まらずに2年でも決まらないんですよ でどん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 追加料金がかさんでいって結局ずーっとお金を払い続けて永遠に結婚したいみたいな人を大半抱えてる過半数を抱えてるのが、まあ、利益のまあこれが業界の裏ということでだからそういったもんは当然あるよねっていうふうに予備知識がない人が行くのはあんまり良くないかなと思うんですよ。だからやっぱり、 結婚相談所のことを本気で考えてるんだったら結婚相談所の利益の仕組みもちゃんと捉えて自分はその利益を供与するだけなのかそれともこちらが利益をあのその結婚相談所が得れるのかってそのねこのバランスとかを考えながら、まあ、物事を見極めていくことっていうのは大切なのかなと思います逆にそういうことができないから今まで結婚にものすごくね困っていたとも言えますしね。 うんまあ一時が万事なのかなというところでございますね今回はまあ裏ということでねお届けしていましたけどもいかがだったでしょうか。